新日本のゲーポッドキャスト。どうも皆様こんにちは、新日本ドアゲポッドキャストの時間で待ってました。参りました、フェザータッチ、肩をフェザータッチされておりますレイレイショマルコでございますけれども、はい、広瀬和夫プロデュース、救急車来てるな広瀬和夫プロデュース、こちらマルコマンガもっと新日本ドアゲという落語会やっておりましたが、今回スピンオフとして、はい、そしてそれぞれの宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まず私がレイレイショマルコです。立川こちらです。食い気味で来ました。我々のプロデュースさんがこちら、広瀬和夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マンキッチャーがいるのが寂しいけど ね、大事ですね、うん、三遊亭満喫ですいないよ、いないよ、大変、大変していただきますありがとうございます、はい、広瀬さん、はい、この間名古屋公演あったじゃないですか、はいはいはい、で帰り、広瀬さんちょっと先にお帰りになったわけですよね、はいはい、ホテルからね、ええ、その時はちょっと変なことなかったですか。え、何何何、え、いやみんな同じとこ泊まってたじゃん。ちょっと帰り名古屋駅迷ったとかなかったですか。大丈夫ですか。あー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 、なんで私ちょっと、なんで知ってんの。間違った道の教え方をしてしまったんですよ。そうです、そうです。何をやってんの、まるこちゃん。あのね、最初の信号を右に曲がるって言われたのがホテル出て左ですよね。左、ホテル出て左、はい、これ間違いない。 T 字路を右、うん、右で、最初の横断歩道を渡ったらそこは名古屋駅ですって、そうなんですけど、横断歩道2個あったんですよ。そう、うん、奥の2歩目だったんですよ。渡ったら名古屋。もうそんなの目と鼻の先じゃん、名古屋なんて。いやでもね、ほんとね、うん、あれと思って、あれと思ったんだけど、ただね、うん、時間帯が朝の通勤時間だったんで、あ、人がね、どんどん入っていくから、これついていけばいいなと思って。で、それはね、時間帯がね、ほんと。あ、大丈夫でしたか。いや、そこ心配で。いや、大丈夫でした。いや、もう、その後でホテル出るわけですよね。うん、で、やべえ、横断歩道2本あったと思って。そう、嘘つかれた。やばい。いや、まるこちゃん、はい、あれさ、名古屋駅からさ、はい、正直、直線で 100m ぐらいしかないじゃん。そうなんだけど、はい、やっぱりその、そんなとこを迷う人は、もうそもそも名古屋に来るべきではない。だってあれね、うちから出ちゃいけない、そんな人は。あっち側から、ホテル側から行くと、うん、新幹線口の反対側じゃないですか。うん、そうすると、なんかね、駅にどこから入っていいかわからないんですよ。想像つきますよ。でね、向こう側にね、あの名鉄が見えたんで、はい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 、あの名鉄に行くにはあそこからだなという逆からね、うん、あの名鉄を使うことがよくあったんで、うん、だから逆算してあの辺に行けるに違いないと思ってだから人がどんどん入っていくから、これなんだかわかんないけど、人が入っていくから入っていったら、うん、あ、駅みたいだなと。ほら、着くじゃん。だって姫さんすぐ着くんですよ。いやだから本当は通勤時間だったからよかった。あ、よかった、よかった。大元になってなくてよかった。広瀬さんは自分の武器をもっと生かすべきですよ。何を？その建物に対して、どういう設備が配置されてるかって、それは、あれ、下水の流れから分かりそうなもんじゃないですか。ちょっと分かんない。下水見えない。見えない。ちょっと分かんないですね。分かんないですか、広瀬さん。そうなんだ。本当ね。いや、本当、うちの師匠も、そうなんですよ。結構道迷ったりするんで、うん、おめえの教え方が悪いんだって、あとすげえ怒られるんで。横断歩道一本で。だから、前の日に、タクシー呼んでくださいって言ったんですよ、私は。うん、ね。で、スロットに行って、タクシー呼んでもらって、うん、で、新幹線口までお願いしますって言えばすぐ着きますからって言ったら、こちら師匠が、心底下げすんだめで、うん、こんな距離でタクシー乗る人いませんよって言ったんですよ。そうだよ。言ってた。俺言うよ。あれは乗ってもいいんじゃないかなと思って。結構歩いたから。で、広瀬さんが、あ、そうですよねって言って、うん、じゃあ歩いていきますよって言って、で、私、信号、うん、1本目渡れば着きますって、うん。で、翌日気づいた時ですよ、うん、2本あったと。やべえ、俺、やっちまったと思ったんです。いや、でも、やっちまったなら、その1個前の俺の、うん、この距離でタクシーの人いませんよ、もうやっちまったになるじゃん。そしたら。ほんとね、あれと思って、ただ、こっちがね、聞き間違えたのかなあれおかしいな、これ行かないよなと思って。これ広瀬さんもタクシーだね、全部ね。そう、それが一番安心。ほんとね、ほんと、確かに不安になった、すごく。最初言われたように曲がってったら絶対これ違うよなと思って一旦戻った。いや、ほんと申し訳ありません。一旦戻って出直してあれと思って。すごい、この致命的なさ、方向音痴でよく今まで生きて、海外とかどうしたんですか。だってほら、
みんな連れてってもらってるから。なるほどね。一人で歩かないから。一人で歩く訓練を受けてないんですね。海外だともう送り迎え全部してもらうし。ああ。じゃあちょっと今から、ヒロさんも一人で、オリエンテーリングとか参加しましょう。山でやるじゃないですか。地図見ながらね。そうそう、地図見ながら。ニューヨークとかもね、うん、夜中飲みに行って、ホテルまで歩いて帰らなきゃいけなくて、うん、夜中ね。なんだけど、ヒロさん、多分道に迷って心配だからって、うん、女の人がついてきてくれて、うん、普通はね、女の人が心配なのに、僕は女の方、若い人がついてきてもらって、うん、僕をホテルまで送り届けて、彼女は一人で歩いて帰るっていう。そうだから、ヒロさんはそうやって、道を自らこう、認識しながら歩くってことが少ないから、ね、これからやっていきましょうよ。あのね、道をね、間違って認識するのね。いやいや、間違わないように、俺たちで強制していこう。広瀬和夫進化計画、なんかね、これから。だから本当にほら、渋谷のプレジャープレジャーっていうところで、うん、ずっと落語会やってるんですけど、もう何年も前、ずっと前からね。うん、で、そこって、あれですよ、渋谷駅から、まあ割とすぐっていうか、うん、地下直結なんですね。ユニクロがあって、ユニクロのビル、はいはいはい、ユニクロのビルは、うん、地下直結だから、うん、地下から行くときは、うん、ゼロ番だとかって行けるんだけど、終わって帰るときに、うん、外歩いて帰ろうとすると必ず逆に行っちゃうんだよね。でも地下で分かってるってことは、うん、地上でも同じだけの情報があれば届くってことじゃない。だからゼロとか書いてあれば。そうなんですよね。数字で。ヒロさん、それはね、みんな無意識にやってるんですよ。あ、そうなの。あそこにどういう店があるとかっていうのがさ、地下の出口のゼロ番っていうのに、うん、符号するんですよ。だっていろんなものがあるじゃないですか。いろんなものが分かんなくなっちゃうね、うん、色も違うしね。そうなんですけど、ホテル出てもう駅前の大通り出た時点で、うん、名古屋駅のタワー見えてる。見えてる。それが名古屋駅のタワーだって知らないわけだよ。ああ、なるほど。なんかタワーがあるなと。だからなんかね、ビジネス街かもしれないじゃん。そうか、普通に書いてないの。名古屋タワーって書いてるのね。名古屋タワーって書いておいてくれれば、だからでっかく名古屋タワーってぶら下げて、うん、てくれるね、東京タワーですら書いてないわ、そんなこと。いや、本当にだって、あれが駅だと思わないじゃないですか。だからそれこそ、ね、タワーがあって、東京タワー駅だと思わないじゃないですか。東京タワーの話今してないじゃないですか。名古屋タワー、ビルなの？あ、でも、ほら、広瀬さんは記憶力が劣ってるわけじゃないじゃないですか。どうだろうね。だから、名古屋駅を出た時に、うん、一回振り返ればいいんですよ。あ、そうそう。あ、名古屋駅ってこういう形してんだなって言って、そうね、離れていけば。だから今回初めてだったから、うん、あっちがある。ああ、なるほどね。だからもう、はいはいはい、慣れ親しんだ名鉄に歩いていく方向だったら分かる、うん、名古屋駅ここ出たら、あ、こっち歩くと、ここをずっと歩いていくと名鉄だなみたいのは分かるんだけど、反対側だったから、やっぱりもう無理だよ。マルコちゃんが同じ時間に起きて駅まで送り届けなくちゃいけない、はい、そう、それができればよかったんですけど、ちょっと、あ、なんでできなかったの？新幹線の問題で言うとね、うん、あれなんですよ、今回ね、はい、びっくりしたことがあって、ええ、つまりチケットをあらかじめもらってたやつが、はい、時間が遅いから変えようと思ったんですよね、うん、あれ10月20日でしたっけ、いや19ですかね、19日は帰ったのは20日ですね、20日ですよね、はい、うん、でチケットだ、名古屋駅に早めに行って8時ぐらいに、8時前に着いたんですよね、はい、ほんでまあ、緑の窓口だーっと行列できてるじゃないですか、はい、行列できて一生懸命並ん で,、はい、で8時10分ぐらいに窓口行って、うん、でこれを今一番早いやつに変えてほしいんですけどって言ったんですよ、うん、そしたら、はい、あ、これですよって言われた、うん、え、僕は10時20分のチケットを持ってると思ってたんですよ、うん、はい、10月20日を、はい、10時20分だと思ってたから、はい、10月20日っていうのを10時20分って読み間違えてたの。
でその時が8時10分ぐらいなんだけど、あの新幹線がその僕の持ってたやつは本当は8時20分ぐらいだった。変える必要ない。そう、そのまま乗れたんですね。その乗れた。でもね、奇跡的なのだって、はい、そっか、僕適当に起きて、うん、だ全然目覚ましをかけたりなくて、ね、適当に起きて適当に着替えをしてシャワー浴びて、うん、適当に支度をして途中コンビニ寄って、あ、雑誌売ってねえなと思って、ね、10時20分だと思ってた。そう、10時20分だと思ってたから、だから2時間も前だよ。そう、だからもうだから 何時でもいいやと思ってちょっと早く、うん、奇跡的なの本当。だからそれがだ、例えば8時25分についてもおかしくないじゃないですか。あ、そうですよ ね、うん、あるいはあの7時半ぐらいで、あ、結構先ですね、うん、なってもおかしくないんだけど、うん、8時10分に駅で言われてこれですねって言われて8時20分なら全然待つこともなくそのまんま、ね、そのまんまホームに行ってすごいスムーズに乗れた。ジャストだった。こんなにスムーズに乗れたのって初めてだなぐらいの時間だった。それもう広さがもっとちゃんと読んでれば並ぶ手間もなかったわけですよ。でも並んだおかげでちょうどよくったと思う。もうなんか広さん注意力散漫なのかもしれないですね。あの本当に思い込んじゃって、え、だって10時20分ですよってずっと思ってた。それ見ながら見ながら日付なのに、うん、何時何分違う書き方なのにね。10、20がこうこっちあるから、なかなかね、目の前にあるものがねちゃんと認識できない。そんな人がさ、な、名古屋の駅が分かるわけないじゃんよ。こんな目の前にあるの、この紙すら読めない人が、お前、あれが名古屋駅かどうかって分かるわけがない。あのタワーじゃ分かんない。無理だよ。だ、例えば、その、この間もね、地下歩いてて、うん、あれは有楽町じゃないな、東京駅とかかな、うん、地下ずっと歩いてて、はい、トイレに行きたいんで、つったら、あ、あの、真ん前にトイレがあるから、え、どこ、うん、トイレなんかないって言ったら、いや、こっちあるじゃないですかって言われて、ちょっと右斜めは真ん前って言うから、真ん前しか見てない。いや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 、もうちょっと視野広くしましょうよ。あの扇風機の首振りボタン押しましょう。ウィーンってこうやりましょう。で、一番あの東海市でね、東海市の芸術劇場からあのホテル取ってあるんで、あのこの道まっすぐ行くと左側にありますからって言われたね、うん、で、まっすぐ行ったんで、左側見ながら、左側見ながらよ、うん、左ね、道路の歩いて左側ずっと見てったんだけど、いつまでたっても何もなくて、工場街になっちゃって、工場しかないんだけど、すんごい寂しくなって一旦あの劇場戻って、はい、で館長がじゃあ一緒に行ってあげましょうって、うん、行ってくれたら、ちょっと斜め左なの入るのが、だから左って言うから道路の左に面してるんだと思ったら、そっからちょっと左に、あ、ちょっと脇道に入る感じ、てか、だから確かにあると分かってれば分かるの、あ、そこにあると分かってれば見える。でも僕見えてないから。でも広さん絶対ね、視界が狭いんですよ。そう常にフォーカスしちゃうんでしょうね。そうそうそう、いろんなものに。そう、前って言われたら真正面、そうそう、左って言ったら道沿いの左にある建物みたいな感じで。だからうちの中でもよくいろいろね、あのケツまずいてはね、すりむいたりとかそこにあるって分かってるんだけど、そこの置いてある箱にケツまずいたりとか、これはもう介助者がいた方がいいですよ。そうそう、もうね、まあ、本当に大変。あ、でもね、そういう人いるんですよね。あの、うん、初めてだな。タクシー乗って、うん、まあ、うちの駅なんですけど、うん、え、お前駅持ってる、うちの駅じゃねえ、すごいね、うちの最寄り駅なんですけど、すごいね、そんなわけねえだろ。よくバス停では聞いたことあるよ山田クリニック前みたいなバス停聞いたことある。駅で個人で言葉詰めたんだよ。すごいね。成城学園前だってさ、あれ前だから成城学園って駅じゃないからさ、すごいよね。いいだろう、うちの最寄り駅だ。まあ松本みたいな名前があるの。松友でしょ。松友、松友、ねえ女の。松友。中央線だわ。ちょっと説明難しいんですけど、ロータリーなんですよね。はい、はい、はい。タクシー乗り場で、うん、乗るときはタクシーがまあ正面向いてます、うん、で目の前正面には十字路があるんですね、うん、で、乗って信号左でお願いしますって言うと、うん、今まで必ずその左に曲がってくれてたんです、ね、あ、十字路左にね、うん、そんなことはね、それ以外のことはないと思ってたんですけど、うん、こうロータリーからその信号に行くまでちょっとね、なんて言えばいいのかな、車がこう右折するような感じで、あー、なるほどね。ちょっと駐車レーンから外れるみたいな感じかな。丸くなってるから、うん、信号に対して車がね、90度向くわけですよ、うん、ね、今まで正面向いてたのに、うん、
左側側面を信号側に向けるような形に一回なるんです。でもこう正面で乗って左をお願いしますって、うん、だから普通は左曲がるんだけど、うん、一回一人だけタクシーの運転手さんが、うん、その側面左に向けたから、うん、そっから左に、うん、私の言ってる左ではなく、うん、こっちからとまっすぐまっすぐに行ったんで、ってなって左って言ったじゃないですか、左行きましたけど違うよ、お前がこっち向いたから左になっただけで左じゃねえかってすごい喧嘩になったんですよね。すげえ程度の低い喧嘩してるよね。でこんなことありえないと、うん、こんな人ちょっとおかしいだろって感じ で、うん、でたまたまなんかやっぱり私も方向音痴なんですよねって人がいて、うんうん、であ僕こういうことあって、で一回こう左向いちゃって、うんうん、左って言われたらどっち行きますって言ったら、まあ、直進ですって思います。そのタクシー運転手と同じ適当を出したんだ。一回曲がると分からなくなるってことね。そうそうね、左は左でしょとか言われて、でもね、まるちゃんもうそれはね、もうあと数年で解決します。え、どういうことですか。あのもうみんながメガネ型のデバイスをかけるんで道上にマップで矢印が出るんですよ。へえ、もうナビみたいなのが、ナビがターミネーターみたいな。そうそうそう、今あの車でもそうなんですよね。ウィンドウガラスにフロントのね、そうそうそう、あそこにもう投射しちゃって、そこに自分が見てる視界の上に1枚レイヤーを重ねて、次の交差点を右っていうのを矢印で見せてくれるから絶対間違いようがないっていう。今ってそんな車ばっかりじゃないでしょ。だってだから違いますけど、そういうのがどんどん増えてきますから。あの高級車はそれに近いのもう搭載してますよ、ね。うん、あ、そう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 、あのよく運転が荒いなみたいな高級車なんですけど、うん、あのそのフロントとかに、うん、あのそういう地図までは見たことないですけど、うん、あの F1 のなんだろうスピードメーターみたいなのが、うん、映されてる、ね、ガラスもイーンってこう表示されて、うん、多分運転しててめちゃくちゃ気持ちいいんだろうなと思ってね。これはスピード出すわ。しかもナイトライダーみたいな、ね、エンジンもいいから、うん、もうめちゃめちゃスピード出るわけですよ。だから、うん、あ、なるほど。もっと便利になると方向音痴の人は、うん、あの苦労しない時代になりますから。歩くときは困るね。いや、歩くときだって今メガネ型のデバイスがありますから。で、ヒロさんコンタクトレンズ。ああ、うん、なるほどね。そうそうそう、角膜の中に埋めるのがあったりしますからね。本当ね、だからこの編集部からね、うん、落語カフェって本当に歩いていくとすぐなんだけど迷ったことがなんでこの距離を迷えるんだよ。あのね、いやだからそこでおかしいって言うでしょ、うん、師匠。俺はおかしいと思う。いや、私はもう師匠で鍛えられてるから、うん、だからもうタクシー乗ってくださいだからこっから落語カフェもタクシーなんだ。すごい慣れてるつもりだから、うん、あ、ここ一本入ってこっちで曲がっていけばいいんだなとか余計なこと考えちゃうね。まっすぐ行ってもういつもの通りに行けばいいんだけど、うん、位置関係はこうだからここ曲がってから行っても同じだよねって思うと大概そこの曲がり方で間違える。で違うところにもう一回曲がっちゃったりして、東京は5番目になってないですからね。そう、曲がった時に90度で全部計算しちゃう。だから僕もそうなんですよ、それガチなんで、曲がっても90度じゃないって思い込んで暮らしたら方向音痴が多少治りました僕は。そう、だからこの通り神田界隈って、うん、あの斜めになってる道がすごく多いのよね。ある。だからそれで迷っちゃう。でもね、一度新宿の、まあ、都庁前あたり、うん、あの辺から新宿駅に歩いていこうとして地上ね、地上、あ、都庁前からね、都庁前あたりから新宿駅はあそこに見えてるから、うん、こっち行けばいいなと思ったらなんかどん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 離れてる。離れてる。なんで？おかしいなと思って最終的にはタクシーになった。正解です。でも都庁が見えてて離れるのはおかしいですよね。そうなんだ。だからあの今も朝日カルチャーセンターっていうところで、はいはい、割と定期的に僕も見に行ってる。そう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 、はい。一番前で見てる。あれも結構ずっと行ってんのに、うん、未だにその行き方が違うところにたどり着けなかったりして、あの住友ビルの中入って、はい、どこだっけなってすごい。最近はあのここから入ればこうなるんだってなんとなくわかるよ。なる。得意のルートを見つけるとね。で結局あの都営大江戸線から行かないと、うん、わからない。大江戸線直結でここ出ると、うん、ここ出るとこうなるから。だからね、僕あの目白の自宅から行った時もね、はい、あの新宿駅、目白から新宿でそこから歩けばいいじゃないですか、うん、でもそれ絶対不安だから、うん、一旦大江戸線乗って直結で。いや、それ大事なんでしょうねきっとね。で帰りはあの大江戸線使うとあの
まあ、遠回りだから遠回りですよ。結局地上に出て、うん、タクシーに乗って帰るって。ああ、いやー、だから工夫しないといけないですよね。本当にね、自分が方向が苦手だと思ったら、いやもう本当に大変です。そうだからね、あの俺ができるからみんなできるだろうと思うのも間違いだし、そうなんで、いやだって逆に広瀬さんみたいなさ、なんか勉強できるわけじゃないから俺たちは。いやいやいや、ね、多分そう、神様うまく作ってんだろうね、こうやって勉強できたりする人は。なんかだから決定的な結果もどっかに地図を読めないね。うん、だから例えばですけど、スマホ見ながらでも迷うからね。 Google マップあるじゃないですか、うん、そうそう、スマホで、うん、青い印が動いてる。そうそうそう、あれは使えないんですか？使えますよ。だからでもあれってよく使えますって言えるよね。 100m の名古屋駅にたどり着けない人がさ今堂々使えますよ。そう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 、だからその時も見ながらやってたのにあれ遠ざかってるおかしいな、おかしいな、むちゃくちゃ。あれってほら、でもなんていうの、あの衛星の、うん、歩いてるとほらなんか気象状況によって少しずれます ね、ずれるでしょ、道ちょっとずれてたりとか、ずれたし、あと現在地がずっと動かなかったりとかして、俺おかしい、俺はこんな歩いてるのに結構あれ、ね、自分の向いてる向きも違ったりするんで。そうなんですよ。だからほんとね、あれいつも使ってんだけど、あれ反対に行ってるな、じゃあこうかこうかみたいな結構迷いながらどつぼにはまってじゃあタクシーってでも最近は あれがあるおかげで昔よりは楽になった。よかった。本当に本当に。そっか、じゃあスマホのない時代の広瀬さんはもう大変ですよ本当に。多分あの東京中の地図を持ったかもしれないよ。いや本当ね、携帯すらない時代もあったわけですからね。その時代ね、そうだ、その時代はどうされてたんですか？あんまり出歩かなかったすごい、だから自分の得意なことにフォーカスした仕事の仕方をしてるってことですよね。そう、すごいな。だってあのほら寄席もだからそのね、大学の頃って東横劇場は駅直結じゃないですか駅直結好きですね。だからあとはほら新宿末広亭とか、うん、あれはもうここだなっていうのがね、向かいに与太郎っていうのスナックがあってそこいつも飲みに行ってたから、その向かいっていうので分かるとかね、うん、で分かりやすいところを行ってたから、昔はだからそれほどいろんなとこ行ってなかったから、はいはい、だから本当に良かったんだけどで仕事的にはね、はい、仕事的にはやっぱり基本的には移動タクシーだったりあとはだから誰かに連れてってもらったりとかするんでしたね。レコード会社の時もいろいろあったんだけど、やっぱりほら地方行ったりすると地方の営業所の人が僕を案内してくれるから、ついてくだけだついてくだけ。もうね、それはもう自分で道とか考えなくていいですもん。そうだからあんまりね、見失わなきゃいけないもんね。だから前に来たことあったとこなのに分かんないっていうね。それこそ小三治師匠のうちにお線香あげに行った時も行ったことあるんで分かると思ってた、はい、行ったことあるっていうのはここだな小三治師匠のうちはっていうのをね、羽場さんと一緒に見に行ったことがあって昔でだから個人情報ダダ漏れですね。それでだからここだなと思って僕の頭の中ではここだっていうのがあって、うんうん、はい、それでマネージャーさんに言われて、もう目白なんですぐ行きますって言ったら、いつまで歩いても小三治師匠のうちはなくてそんなわけないんですけどね。で新大久保の方まで行っちゃったおかしいなと思ってここのはずだったのに、うん、でちょっと戻ってったら、でちょっと電話して、うん、マネージャーさんにちょっと小三治師匠のうち分かんなくなっちゃったじゃあ今三田さんが迎えに行きますからって三田さんが向こうの方から走ってきて広瀬さんっつってだね、一本入るんだったのね。あ、もう入るのダメなんだ広瀬さんは一本は行ったりしちゃダメなんだよ、ね、割とね、その線路近くなんですけどね。そう、線路近くだっていうイメージしかなくて、線路沿いだと思う。線路沿いだと思う違うんですよね。道が少ないね、広瀬さんの頭の中では。そう、分かりやすい道しかないから。だからその多分線路沿いの道を歩いてても斜め右を見てれば あそこだなって分かる人は分かる人だと思うんだけど、うん、僕はもうちょっと全然分かんなかったですね。そのまま真っすぐ、はい、真っすぐ目線固定されちゃって、うん、真っすぐもう線路脇を右を脇を、ね、右を見ながら見てるんだけど右は見てるんだよ真っすぐと右はこう、カサゴの小三師匠みたいなね。割と近いですからね、もう、うん、駅ほぼ近くですから。そうなんだよ、いつまで経ってもないからおかしいなと思って。いや、もう5分ぐらい歩いたらもう戻りましょう、それは。もうほんとね、あれ新大久保が近い。
そう、脇目も振らず歩き続けるというところがまた そこなのよね。なんか方向音痴な人って思い込んだらどんどん歩くのね。あ、自分を信じちゃうんですね、きっとね。だから思い込みでどんどん歩くっていう人多いですね、方向音痴の人は大体。今後広瀬さんをちょっと呼んだりする場合は、はい、もう駅からの送り迎え、はい、これちゃんと用意しとかないと。そうだ、だから、ね、名古屋駅の時行きはね、はい、あのマルコさんが迎えに来てくれたので、ああ、だからもう帰りもマルコが迎えに送りに行かないと。朝だったから本来そうですね、お見送りするべきでした。そうでしょう、ね、でもだから主催者の方は本当に僕がやっぱ朝早い時間の方がいいって言ったのをちゃんと送ってくれてたんですね、チケットで、ね、10時20分じゃなくて10月20日だったという本当にあれはでも奇跡だなと思って、すげえと思った。追い込み激しすぎます、ね、だからもうそれもやっぱ周りの人間がサポートしてあげなくちゃいけないわけですよ。ひろさん、これ10時20分じゃないですよ、違いますよ、8時ですよってもう子供だと思って接しないといけないよね、これね。チケットとか見てても本当どこを見ればいいのかよく分かんなかったですよね。分かんない、もうだって紙の上でも迷子になっちゃってるんだから。どこに書いたんだ、あ、これか、でと考えてるこれかっていうね、なかなか大変です。苦労しましたね。はい。なわけで、はい、今後ね、あのだからこの新日本のスピンオフね、地方での開催とか、はい、もし適当さんでいらっしゃればね、うん、お問い合わせいただきたいんですけども、あの広瀬さんの送り迎えですね、送迎、うん、ここちゃんとしていただければ。これやらないと、もう名古屋でもこんな大騒動なんだから。名古屋離れたらもう無理だよ、こんなの。全然関係ないですけど、はい、この間あの目白で道歩いてたら、うん、ポッドキャスト聞いてますよって、あの落語ファンの方、前から顔見知りなんだけど、うん、でこの間のあれは良かった。昭和のプロ野球の話。あれ落語全く関係ない。全然関係ない。そうですね、マルコさんがいない会になってた回。いるのにいないみたいな。あれが評判良かったんでまたやりましょう。江川と掛けつの話してるだけじゃん。あれ良かったって。あれ良かったって。じゃあ第2弾よろしくお願いします。はい、日本の揚げポッドキャスト。